皆さんこんにちは、ヘアメイクアップアーティストの永井香織です。今日は3月のお気に入りコスメを発表したいと思います。もう今年もあっという間に3月ですけれども、すでに撮影現場や、自宅で自分に使っているものがたくさんあります。比較的新作のものが多いかなと思います。どん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 いいものが出て、私の一軍コスメも変わっていきますので、最新のお気に入りをご覧ください。まずはスキンケアからいきたいと思います。なんといってもいつも大好きなこのメグリー、じゃーん、メグリーですけれども、こちらに、詰め替え用の化粧水が、これまでワンタイプだったんですが、追加で2タイプ加わりましたので、タイプを変えて愛用中でございます。メグリーといえば、MTG がやっているこれ炭酸ミスト、ガスとこの化粧水をこう詰め替えでセットして使うものなんですけれども、これまで私の動画でも何度か出てきてると思います。もうね、撮影現場でも必ずだし、自分にも浴びない日はないというぐらい頼りにしているもので、保湿力はもちろんなんですけれども、なんといっても摩訶不思議な炭酸の力でむくみが解消されるんだよね。そしてなんぜかわかんないけど引き上がるんですよね。もうね、かけないとか無理、メグリーをかけないでもう出かけるなんて無理っていうぐらい、もうね、信じきってるっていうか、信じ込んでるっていうか、本当に上がるんですよ。まぶたの重い感じ、なんとなくたるんだ印象、それがねキュッと引き上がるので、もう大好き、ないと無理なんですけれども、これまで0番というタイプで結構保湿力が高いものだったのですが、1番と2番が加わりました。1番は揺らぎ肌の時も使えるプロテクトというタイプ、そして2番というものがビタミン C だね、ビタミン C タイプでグローというタイプが出ました。ですから、まあ高保湿タイプと敏感、そしてビタミン C タイプということで3タイプ化粧水が揃ったことになります。その時のお肌に合わせて、この化粧水部分をチョイスして付け替えて使っています。まあ敏感に揺らぎがちな季節でありますし、なんだか肌調子がいまいちということが多いので、最近ではこのプロテクションの1番のタイプで、こちらは化粧水なので、まあ普段の化粧水代わりに使ってもいいんですが、私は贅沢にちょっとね、引き上げ効果をいただきたく、洗顔後すぐのお顔にブースター的に使わせてもらっています。もうね、全国のムクジョの皆様にはもうマストだよということで言い続けてきております。ちょっとボンベが重たいけれども、旅行にも持ってっちゃうぐらい、信頼を置いている引き上げ、むくみ解消の炭酸化粧水のめぐりでした。次もブースターなんですけれども、ここ最近頑張って必ず朝晩、特に夜頑張って使っているのがこちらなんです。リバイタルのアイゾーンブースターと言います。こちらはインスタライブでも取り上げて深く使い方なんかをご紹介したんだけれども、アイゾーンっていうとまぶた、下まぶたあたりって思うかもしれないけれども、このリバイタルが捉えるアイゾーンっていうのはもう眉上まで、そしてこめかみ、美肌ゾーンあたり、広くこのゴーグルゾーンですね、このあたり一体をケアしてこそリフトアップ印象だったり若々しい印象が得られるよね、そうやって人に印象付けることができるよねと考えているのはこのリバイタルのアイゾーンブースター。このちょっとトロッとした美容液なんだけど、これ私はね、めぐりの後にこのアイゾーン周り、アイゾーンエリアのみにしっかりと塗布して染み込んでから化粧水っていう風に進んでいます。やっぱりこのアイゾーン、まぶたももちろんそうじゃん、たるんだりね、ここら辺に汚れよれたりということで、なんかアイゾーン周りのメイクがうまくいってないという方本当に多いなという風に思っています。で、私のやっぱり提案する、そして効かせるメイクアップテクニックも大体アイゾーン周りのものが多いじゃん。ね。なので、まあ、メイクアップテクニックをもちろん覚えていただきつつも、やっぱりこのアイゾーンエリアのケア、もう一段階皆さん頑張っていただいて、土台をちょっとレベルアップしてもらうと、長いのアイゾーンエリアのメイクテクニック、これをね、もっと存分に楽しんでもらえるかなと思うんです。コメントは全部読んでます。でもね、やっぱりね、動画見てやってるんだけどうまくいかないって人が結構いる。テクニックなのか、それとも肌の土台なのか、土台の見直しというところでは、もう今一度アイゾーンエリアにちょっとこうね、意識向けてやってほしいなというところもあって、私自身も頑張って使っているところです。そしてスキンケア、次は UV 商品といえば、まあね、これもはい、
すでに YouTube で取り上げましたけれども、ポーラ BA のライトセレクターのリニューアルバージョンですね。これもさ、だから日焼け止め基本の木っていうことで一つ動画撮ったけれども、クリームも兼ねていて、とにかく保湿力が高いのと、もう1、2、3秒、いや、2秒、一瞬で透明になって、全く白浮きのないというテクスチャーもみんなにおすすめできるし、なんといってもその日差しから避けずに、日に当たることでまたポジティブな、こう変換を行って、肌にこういいことが起きてくれる。そんな、まあ、新しい考え方の最新知見の詰まった UV 商品でしたけれども、すでに買ったよなんていう方もいらっしゃいました。で、お値段が高い。はい、これもコメント来てました。見てます、見てます。確かにそうです。ただですね、やっぱり他にない知見を搭載しているというようなところと、納得のこのテクスチャーと保湿力と、肌効果かなと思っていますので、確かに日焼け止めとしては高いかもしれないけれども、大人の方使っていただいたら、やっぱりそれ分かってもらえるんじゃないかなと思います。確かに UV ってすごいお値段の差いろいろあるもんね。理由は詰まってるっていうふうに思ってる。なので、もう一回の動画見てほしいのと、あとこの日焼け止め基本の木を取った時に来てたコメントとして、下地でやっぱり賄ってたからっていう人結構いたよね。下地に UV が高い数値入ってればそれでいいと思ってたから、まあ、その日焼け止め専門商品に対してあんまりこう重きを置いてなかったっていう率直な素直な意見も来てて、やっぱ結構そういう人多いんだなと思いました。何度も言いますけれども、化粧下地においてはもうメイキャップというところで私は捉えてますので、つけたいところに、その欲しい要素を乗せていく、全顔に大胆に塗るっていうマインドでどうしても取り組めないのが下地だから、やっぱそこに日焼け止め任せるのってちょっと嫌なのね。なのでその前、スキンケアのところで確実な UV を終えよう、それでいってクリームまで終わっちゃうというところではやっぱり素晴らしいと思うので、今一度 UV 見直してもらえたらと思いますし、自分ももうね、朝本当にもう秒で出発していくタイプですので、なんならノールックで伸ばしても白浮きしない、そしてあっという間に潤い高くメイクのりもいいライトセレクターのリニューアルバージョンを自分にとても使っているのが3月の私です。でもう一個は同じく日焼け止めなんだけれども、お化粧直しも叶っちゃうという、ちょっとこのサイズ感の小さめのアリークロノビューティーラスティングプライマー UV。これもね、さきちゃんと一緒にね、YouTube 動画撮りましたけれども、どちらかというとこちらは私的には、まあ、下地扱いで、化粧直しの時に上から重ねるプラス下地として使っているというのがこちらになります。これを使う時はですね、なんといってもこのうぶっぽオーロラピンクの可愛い光沢感を下地として得たいというような時にチョイスして使っています。日焼け止め数値ももちろん頼りになるね、頼りがいのあるっていうか、もう SPF50 の PA4+ なんだけど、確実な日焼け止めなんだけど、私は下地としての可愛さ、光沢の良さを気に入って、結構ファンデーションと合わせて下地使いをしています。あとは最初にも言ったように、なぜか不思議メイクの上からも重ね付けできるということで、まあ、お化粧直しとして持ち歩くこともあります。すでにいろんなところで話題になっていて、もう買ったよっていう方もコメント来ていて、私も読んでいます。日焼け止めでありながらもうトレンドっぽい、今季こういうオーロラ系光沢すごい多いからね、そこもやってのける、まあ、すごい万能な下地兼 UV っていうところで、アリーはね、買いやすいお値段ですので、やっぱり買ってみると、まあ、今年らしい肌兼 UV ができると思います。今アリーの下地を紹介しましたけれども、続いてはもうファンデーションというか、もうパウダリーファンデーション超ハマってる。とにかくこれでしょ、ドハマり中のパウダリー、プリマビスタブライトチャージパウダーです。これはエリックと一緒に動画撮ったけど、本当にいいでしょ。もう購入したよっていう方いっぱいいたし、あとめちゃめちゃコメントが来ていて、大変皆さんにも気づきを持ってご覧いただけた動画かななんて思って、自分的にもえっへん嬉しいなって思ってた次第です。でさ、本当に良くない？私やっぱり概念変わりました。エリックも言ってる、もうねパウダリーしか無理かもっていうぐらい、私たち毎日パウダリーです。今日ももちろんパウダリー、わかる？みんな今までの私の過去の動画と私を見てどう違うか分かりますか？まあこれまでは下地リキッドという感じで、きちんとまあ層にしながら、カバー力を持ってお肌作りすることが多かったんですけれども、今日はねもうこれとこれだからね。でプリマのパウダリー、不思議なことにそんなにコンシーラーしなくても平気だから、本当に今日これとこれ。
びっくりすると思いますけど、肌が伝わってたら嬉しいんですけど、やっぱり薄くて軽いのが分かりますか？これまでの長いと違うのは分かるかな？分かってほしいな。物理的にすごく薄い層で、2層であの肌を作り上げているというところもそうですけれども、やっぱりその透過する、肌感というんでしょうか、見ても軽いし、あと体感としても軽いし、パウダリーにしてなんかこう得られるもう一つの喜びっていうのは、なんかちょっと痩せた気がする、あの肌に厚みがない分なんかねシャープな感じがして、そんなことないかな、ちょっと骨格が立つと言いますか、ダつきがなくちょっとシャープなフォルムになってる気がするって感じなんです。で、猛烈に急いでる時はあのスポンジではなく、こういったズバッと系ブラシね、こういったもの結構ありますでしょ。この辺りだけでも随分密度があってヘナヘナしてないね、そんな、ちょっと短めの弾力のある、ズバッと系ブラシの断面がズバッと切れているようなものですね。こういったもので垂直にとってザクザクにこう押し込んで、で少し払うっていう感じで、プリマビスタの動画をエリックと撮りましたけれども、あの時のスポンジの付け方をそのままブラシで再現する感じです。こうターンしてこばないで最後払うってやつだったよね。これね、ブラシでやるとさらに早くなりますので、段を追い求める方にもいいですし、あとね、もうね、やっぱりさっきも言ったけど、なかゴワゴワザラザラバキバキバリバリーノという、肌コンディション悪いわーっていう日が続いていましたので、そういうところに潤いを持ったリキッドとかで、こう作っていくのももちろんいいんだけれども、やっぱりフェイスパウダーなんか乗ってきた時にちょっと圧のねかかり方が乱れるとうまくつかなかったりなんていうことが私自身もあったんです。ですから薄仕立てで層をあまり重ねずにピタッとしっとりパウダーで密着させる方が、肌のごわつきやざらつき、なんかこうちょっと落雪というか皮めくれみたいなことが起きている時なんかでもパウダーの方がうまくいくとびっくりしております。また別軸のほのつや、こういったものをねつやを仕込んで、ほのつやほのマット仕立てっていうのがトレンドっぽさもあるし、肌が軽いし立体的で痩せて見えてシャープなフォルムっていうところで好き、本当に。現場にも一色持ってってるでしょ。で、自分の、お化粧ポーチにも一色入れていて、で、アトレイにももう必ずもう一個あってというところで、常に全ての箇所に常備しているのがこの最新のプリマのプライトチャージパウダーです。ドハマり中。ということで、ベースメイクを紹介しましたけれども、ここからはポイントメイクを紹介します。ちょっと私の現在はね、やっぱチークにハマってる。本当にチーク好き。いつからかもうチークが主役のメイクしてるかもっていうぐらいチークに重きを置いたメイクをしています。じゃーん、新作です。ジルスチュアートのパステルペタルブラッシュの04、ジルのね、はぁ、ジルの、香り付きのこの新しい形状のチークが出ます。で、まず嬉しいこと、ちょっとスリム形状だぞ、薄くなって嬉しい、現場にも持ち歩きやすくなりました。で、これ少しグラデついてるの分かる、穏やかにグラデーションがついていて、他にもお色様々にちょっとね、パステルってか、パステルペタルブラッシュってお名前ですからね、パステル系の、色調でたくさんお色出てきますけれども、この04番が広域にピンクシェーディングチークを施すのに適した素晴らしいお色でした。今日ももちろんつけていますが、どうでしょうか。青みを帯びた、本当にこう可愛らしいね、いちごミルクチークなんですけれども、どこかくすみをはらんでいるので、肌悩みのある大人の肌でも浮かずしてキュッと馴染んできます。またくすみ感があることで広域につけるとなんだかちょっとシェーディングみたいな効果すらあって、血色と引き締めを同時にやってのけるっていうところを私は見出したんだよね。若返りベースメイクだったかな、その動画で一番先に発表したのを覚えていますか。ですから最近はもう、ベースメイクが終わったらすぐにこういったくすみ白身ピンクのチークを使って、まず広域にダーッと血色とシェードをやってしまいまして、そこからさてどんなポイントメイクいこうかなーっていう感じで進んでいきます。もう一つ形状違いで同じくピンクシェーディングをやれるアイテムが発売になりました。それはこちら、フジコの水彩チーク、色番は01。今日私はさっきのパウダータイプでパウダリーファンデーション×パウダーチーク
なんですが、リキッドファンデーションを使う時なんかはこのフジコの新しく出た液体チーク、その名も液チー、似てこれどう？白身ピンクなんだけれども結構ベージュっぽくって青みはちょっと控えめです。で、きちんとこれやっぱりほらベージュ感あるからシェーディング効果としてキュッと引き締まっていきますけれども、結構私これはねたっぷりのせるようにしているのでかなり影感と血色感がきちんと肌に乗ってくる、そんな仕立てになります。それで液チーならではのこの潤い、リキッドファンデやクリームファンデ、クッションファンデとの相性抜群な、まあ、あのフィット感とツヤ感をもたらすので、ファンデーションの形状に応じて広域ピンクチークはちょっとチークの方も形状を変えて操っています。液チーは指で少しさするようにしたりちょっと叩きながら伸ばしていくのが一番うまくいきます。スポンジを使ってもいいんだけれどもやっぱりすごくみずみずしいのでどうしてもスポンジにかなり吸われてしまうから、液チーに至っては指使い、広域に三角でどん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 さすったり叩いたりしながら伸ばしていきます。薄い仕立てなので2層ぐらいは重ねてたっぷりめにやっていくのがおすすめです。他のお色も可愛くって、この水彩チークも結構話題になりそうなので、てかもうなってるので要チェキラでございます。次にアイカラーに入っていきたいと思いますが、今日はね2つ最新で、現場バッグに入り大活躍しているものを紹介します。まず1つはこちらは限定なのでね、この動画が出る頃もう売ってないかもしんないけど紹介させて、シャネルです。はい、シャネルレキャトルオンブルの88番コーラルトレジャー、激烈激烈に可愛い、可愛いでしょ。ちょっと本当に可愛すぎてひっくり返りそうなんですけど、ひっくり返らないでね。はい、いやー可愛い、オーロラのように輝く偏光パール、白っぽいとかパープルのラメの入ったピンクラメ、鮮やかなフレッシュコーラルにちょっと引き締まるオレンジとビビッドピンクということで、マゼンダっぽいピンクですね。はい、もうね春を通り越してもう初夏をイメージするようなちょっとこう眩しさのあるね、ちょっとエネルギッシュさもあるような、そんなシャネルのこれ限定カラーになります。もう一つブルーのパレットも出ていて、まあブルーのパレットも素晴らしかったんですが、やっぱりみんな使いやすさというところで言うとこのオレンジ系コーラル系なのかなと思いました。お手持ちのコーラルよりはもうちょっとこう遊びのある感じなんじゃないかなと思うんだけど、意外と使ってみるとですね馴染みがありましたので、淡くブラシでぼかしながら淡くつけていくのもいいし、ちょっとチップでピッていう風にこう押し付けるような感じでワンポイントで効かせ塗りしても楽しいのかなと思いました。もうとにかく見てるだけでも鮮やかで、はい、気分の上がる、そんなシャネルのパレットもすでに私も使い始めていますので、買えた人はラッキーかなと思います。続いてもアイシャドウパレットですが、これだよみんな、インウィーからインウィーアイズの05番、見てくださいよ、赤にゴールドのパッケージ、私たち世代の皆さん懐かしいでしょ。インウィといえばブラックのリキッドアイライナー、ね、細いアイブロウペンシルなんかが有名で、90年代だよね、私たちの青春時代に使ってたっていう方も多いと思いますけれども、そのインウィがですね、昨年ですからそういったアイブロウ関係なんか発売したんだけれども、この春はとうとうアイシャドウパレットなどのカラーものを発売してきています。そう、春はねポイントメイクも出てくるよ。そこで、まあ、懐かしさとともに、まあ、新しさを持ってこの時代に提案したいインウィとして今、まあ、カムバックしたんだけれども、今回のそのアイシャドウパレットもとても使いやすいものが多い中で、私、そして私たち世代がちょっとビビビと来るであろうこの05番真ん中にですね、グレイッシュなちょっとブラックが入りつつ、周りがまあなんか白っぽで構成されているこのようなお色なんです。こういう感じね、見える？実はインウィー昔ね、こういうブラックと白のパレットがあったのよ。わかる人いるかな、使ってたって人いるかな。すでにね、これが出た時なんかもう周りの、美容エディターの方たちがもう結構ねざわついてた、あの世代の方はこれ昔流行ったやつに似てるよねということで、ブラックや白のこんなねクールなパレットは唯一05番。今日は
このパレットを利用して令和版のプチスモーキーメイクって感じに仕上げてみましたが、いかがでしょうか。こんな感じです。はい、ホワイトとブラックのみで構成されたパレットということで、どんな感じになっちゃうのと思いきや、やっぱりここは、昔の指とは違って透け感のあるホワイトの、ほらね、色出しということで、昔の白ってさ結構真っ白けだったじゃん。眉毛の下真っ白にしてましたけれども、眉毛細くしてね、そういう強い白さではないですね。粉っぽさもないので、また完全に令和版のホワイトシャドウっていう感じの印象です。ブラックとホワイトという潔い、そしてモードな印象のパレットに見えますけれども、こんな感じでプチスモーキーメイクが叶うと思います。スモーキーメイクのテクニック動画もすでにアップしていますので、それを見ながらこれ使ってみたらすっごい楽しいと思うので、ぜひやってみて、でピンクチークにこの、ブラック&ホワイトパレットで構成したのが私の今日のこんなメイクなんだよ。どう、悪くないよね。懐かしさを持ってまた現代風に昇華したパレットということで、私たち世代の方また意味の白黒パレットで楽しむのはいかが、おすすめ。もちろんね、あの世代の方じゃなくてお若い方からするととてもモードな印象でかっこいいっていうイメージあると思います。見た目以上に使いやすいのでおすすめ。次、アイライナー1本とてもね使ってる、これねよかった。うん、アシスタントの森田ちゃんが見つけてきて、これいいですよって教えてくれたの。3650というブランドのリキッドライナー、リキッドアイライナーディファイングレーというお色です。でね、まさにこれディファイングレーで、今日私ちょっと入れてますね。インビのアイシャドウにこのグレージュ入れてますけれども、ディファイングレーということで、筆が長くてとてもしなる柔らかなディファイングレーということで、透け感がありますけれども引き締めすぎずにでも締めたい、そういった時はやっぱりグレージュの力と思います。この商品筆先もそうですけれども、本体自体がちょっと短くて自分メイクにとても適しているなという印象を持ちました。3650というね、メイドインジャパンのブランドですので、ちょっとチェックしてみて、いろいろ面白いものあるよね。そしてそして最後はリップをドドドンとご紹介。まずはじめ、私が今日つけているリップになります。 RMK の01番、いかがでしょうか。この色ですよ。今日の私ご覧くださいませ。スモーキーメイクはやっぱりベージュリップで合わせると間違いなくまとまってきますので、安心安全なまとめ方かなというふうに思うんですが、今回のこの RMK の新しいリップスティックですね。これデューイメルトリップカラーという、本当にこう柔らかで滑らかな、そしてやっぱりブルンとね、ちょっとね膜厚にしてくるツヤリップで、トレンドの、テクスチャーと思いました。こちらの01番のマイチャイというお色、黄みのあるベージュです。厚みのあるテクスチャーなので、唇の立体感、そのベージュリップでありながらもきちんと存在感が出てくる、厚みも出てくるということで、まあ、ぼやけないですし、こうしぼみがちな大人の唇でも自信を持ってつけられる、そんなテクスチャーかけるお色なのかなと思いました。洒落てるでしょ。これもね、撮影現場での出番が多いです。ベージュリップはこれまでもう気持ちピンクがかった血色ベージュみたいなものをチョイスすることが多かったんだけれども、この黄み感ね、少し入ってくる方がやっぱりね、ちょっとおしゃれに転びますので、やっぱりちょっとしゃれたいな、少し人と違うムードを出したいな、なんていうベージュリップとしてはおすすめできると思います。次のリップはこちらです。コスメデコルテプランピングリップセラム03。なかなかピリリとくるところも刺激的で、唇をプルンとふっくらと見せてくれて、大人こそプランプ必要っていう話してますよね。しぼみがちだからこそプッと、まあ大胆な張り感、これを演出してくれるのがプランプリップになります。またちょっとプランプリップのトレンド来てるかなっていう印象ありますけれども、ただのプランプだけでなくオイルもちゃんとついてきますので、これだけであのきちんと感、そしてこうシャレ感っていうところに持ってきますので、まあこれ一個あるとかなり便利だなと思いますね。スケスケのプランプリップもありますけれども、オイルがきちんとつくタイプということで、普通に色が可愛いということで撮影でも使えますし、まあ自分もあのさっと塗り重ねることができるので自分に使うこともあります。じゃあ最後はネイルです。じゃーん、こんな感じね。春らしいお色、この辺りはとても撮影で使ってるんですよ。
まずは今日私が塗ってるのがこれ、デュカートネイルマインの05番。こんな感じ。本当にねフレッシュカラーのちょっとまあ青みピンクですけれども、これ一度塗りでこれだけ発色します。可愛らしさもありますしね。またネイルがとっても塗りやすくなって、かなり撮影現場でも出番が多いのがこのシャネルの2つ。このコーラルの方は先ほどのアイシャドウでお見せしたように新しいコレクションの中の一つのお色になります。シャネルのこれ177番のサンドロップという美しいコーラルオレンジ、これ限定ですね。こちらの薄いピンクは175番のお色で、これも超ベビーピンクでほぼ透け。ちょっと手に出してみるよ。177のサンドロップをですね、まさしくこちらのコーラルトレジャーのパレットと共にね、一緒に楽しんでいただきたい。同じコレクションからのネイルですけれども、本当にね塗りやすく乾きも早いし、シャネルのネイル大好きなんだけど、限定だよこれ、かわいい。もう一色の175、これはねほぼほぼベビーピンクなので、1塗りだとこれぐらいのスケスケベビーピンクです。ピュアピュアのウブウブなんで2塗りしてみよう。ほぼすっぴんネイルって感じだね、1だとね。2塗りでこんな感じの桜のようなウブっこな感じ。これまた桜ネイルっていう感じで、春先取り、さりげないけれど もう大人の指先は2重ねぐらいの方が色味が出てくるので引き締まるかなっていう気がしますけれども、もうね可愛らしく、なんかこういう色がさ鏡の前にこうやって置いてあると、なんか優しい可愛い少女のような儚いそんな気持ちになるね。キーとかキリキリとかってなんかしてる時にこういう色見ると静まるね可愛らしさのあるお色です。ちょっとまあ春ならではっていうような感じのお色も結構今回多かったと思いますけれども、まあネイルはこんな感じで結構使っているもの、春先取り系だったと思います。ということでいかがでしたでしょうか。3月のお気に入りということで紹介しました。なんかやっぱりもう春の雰囲気結構出てきてるなっていう感じしますけれども、これまでこのお気に入りシリーズずーっとやってきてますけどね、私の中でもいろいろテクニックもそうですけれども、ハマりごとが変わっていくんですね。でどういうところからそういうインスピレーションが来てるのかなって思うと、やっぱり新しい化粧品ね、そこからいろいろインスパイアされて、こんなテクどうかなとか、なんかそんな風に結構落としていってる気がします。新しい化粧品との出会い、そして何といっても皆様から寄せられるコメントとかで、そのお悩みとかご要望、これがあってね、新しい化粧品の出会い、みんなからのご要望、お悩み、そこが混ざってなんか新しい私の一つのテクニックとか提案っていうところにこう落とし込んでるような気がします。だからねもう一生ね止まんないんですよ、新しいものからインスパイアされて、みんなからもどんどん来るからね、それでまた融合して、あの私が新しいものを何かテクニックとして皆さんにお届けしてということで楽しんでもらってる、そんな流れになってるんだなってことをね、最近つくづく感じておりますので、私もどんどん新しい化粧に出会っていくからね、皆さんもどんどんご要望お困りごとをお寄せいただいて、またそこから新しい楽しいメイク法を生み出していきたいと思うので、何が言いたいかというと、あのコメントお待ちしておりますって感じです。このお気に入りシリーズ人気なのでまた続けていきますのでね、あのぜひとも次回もお楽しみに。ということで今日の動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。コメントもお待ちしております、全部読んでるよ。そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではバイバーイ。